はい、えー、役太郎です。まあね猫太,猫太郎っていう名前でやってますけど「懲役太郎」なんであれなんですけど、まあ、ちょっとある方と今後どうなんでしょう懲役太郎のこのコンテンツでどういうふうにしようかっていう話をしてましてまあやっぱりあの事件シリーズとかやってますけど原点に戻ってやっぱりヤクザのことっていうのをまた人物シリーズとかっていうことをもう一度やっていくっていうのがいいんじゃないかって話をしてた時にもうまあ この猫太郎でも言ってますけどいわゆる企業案件とか公にこの懲役太郎が認められないんだらもうヤクザを全て肯定的にヤクザ零算ヤクザ万歳でいこうか <laughs> まあそんなことは無理なんですけどね、えー、あの実際私が案内して全然ヤクザ零算やヤクザを 持ち上げててるわけじゃなくてもうダメですよ終わったコンテンツもうどうにもならないよもう緩やかに消滅していくっていう緩やかところが急加速で消滅していくっていうことですよって言ってるんですよ。えー、そんなことの中で話してこれ面白いなと思ったのがあのー、私 YouTube 見てましたらある YouTube チャンネルで。 日本の、えー、江戸時代の身分制度っていうことを YouTube ですごく分かりやすくして、まあ、いわゆるあの差別的なっていうか得た否認とかって言われるっていうような方たちがどうだったかっていうことが、まあ、特殊技能があったり、まあ、あの日本の,の文化の中で汚れ要するに。 血だとかその死体処理だとかそういったような汚れを嫌うっていうことであって一般の方たちじゃなくその特殊技能を持った人たちいやその人たちがじゃあ収入が悪かったのかっていったらそうでもなくってまあ一部この認められた上でっていうようなことであってちょっと違う印象だったんですねああなるほどそうかと。ねやっぱり特それが特殊な地域特殊な人たちっていうことに受け継げられす てきたっていうことですねわざわざその、えー、革職人の人なんかはあの東北地方なんかは、えー、いわゆる今でいう関西とか関東から連れて行って東北の方にそのバグだとかその革の技術がないのにない,な,いなかったので文化がその人たちをわざわざ連れてきたといういわゆる今で言ったらヘッドハンティングみたいな形であの広めてったっていうことがあったみたいなんで。 まあそんなことも思ってて、まあ確かに、この現代においても、まあ今そんなね、さあの、身分制度はないっていう,いうふうに思ってたんだけど、よくよく考えたらね、まあ、首脳交渉っていうのはないにしたって、もうそこに、首脳交渉組長かしら本部長。首 <laughs> 脳交渉組長かしら本部長。ね。 もうそういう風じゃないかとねそその中でも特に幹部はかなかって言ったらもうね奴隷のようだ, <laughs> だってもう電気もダメでしょクレジットもダメでしょ、えー、部屋も借りられないって言ったらその時のいわゆる得た否認と言われた人たちよりひどいんじゃないのかな、うん、だって仕事も与えられず 保証も受けられる、えー、刑務所よりはマシっていうだけの話ですよね。うん、だからもうそういう身分制度階級制度がこの現代にもあるんだと100年ぐらい経った時にあの時はひどかったよねともうヤクザという文化がもう全部なくなってまあ敵屋さんっていう人たちの文化ももうか 今みたいな形じゃなくなってまあこの敵屋さんの文化がちょっと消滅しそうなのはなんかそのそういうことよりもコロナのことっていうのが多い大きいのかななんていうのは感じてつつまあ消滅してって100年後した時にいやいやいやそれを実際にそういうヤクザっていう中の被差別地域地域がどこになるのかわからないけどもそこがにあのねえここがさ ここもおかしいんだよ。今私西成って言いそうになったけど西成自体がおかしいわけでもあのそういうブラックでも何でもないんだよね。だけど愛林地区っていうところまあ昔でいう鎌ヶ崎があったことでそういうふうに言われちゃってるわけでまあ確かに今でもちょっと。 まあ今でも本当に YouTube でね皆さん探検したり潜入したりいろいろ西成の情報を、ね、送ってくれてる、まあ、皆さんあの今炊き出しなんかでいろいろ活動されてる、ね、こともしてる人たちもいるんだけどやっぱりちょっと特殊地域っていうふうに思われてますよねでもあそこが被 <laughs> 差別地域じゃないんでね,ね部,部落ではないんでね、うんうん、だから今においてはそういう ことがあるんじゃないかないや語呂がいいね。首脳交渉組長かしら本部長。ね。うん。そういうふうに、ちょっと面白いで言ってみただけです。そういうことです。はい。